今日は着物モダンの東京店のガイドショップに来ているんですが、初めてサポーターが発足されて、これからサポーターの皆さんが集まってくるので、今日はそのレポートをしたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。まずは代表のゆきさんのご挨拶その後はガイドショップ東京のガイドしずこさんの進行で皆さんに自己紹介をしていただき、ある議題について討論していただきました。入る時はやっぱり顔つり白熱してます。独特の論争で盛り上がっています。お土産も意外と顔つりが私も参戦したいと思います。そうそうそう、着物モダン初心者の方でもこれさえ着れば間違いはないよセットみたいな、うん、そんなの。そしてお話は半襟の話題に。今季黒推しなんです。なので今日の私のコーディネートはモガのお着物にゴブランの帯、そしてワンピジュバンの黒の色を選びました。それに合わせて三連仮紐もブラックをコーディネートしています。最後に宿題が出ました。それぞれ好きな半襟を選んでコーディネートをインスタにアップすることです。私はこちらを選びました。ここで今回の三連仮紐を使った帯結びのご紹介をします。こちらのお着物で参加させていただきました。リボン結びがすごく好評だったんですよね。なのでちょっとここでリボン結びの仕方をご紹介したいと思います。これはご紹介と言っても何のコツもないんですが、持ってきました。でいつものこの帯揚げのように結んで持ってきます。でそれを少し横にずらします。で私のやり方なんですが、私はもうこのまんまこの片方をくるくると巻いてしまいます。でこちらの半分の残りをくるっと入れて、こんな形でリボン結びをしています。なのでコツも技も何もありませんが、簡単にこのリボン結びをすることでちょっといつもと違った印象によりなりますし、可愛らしさもプラスできるのでおすすめです。でさらに今日の帯は三連仮紐で作っています。分解していきますね。どうなってるか。ここがゴムになっているので、ここに通しているだけです。これも通しているだけです。ここも通しているだけです。なのでこんな感じであっという間です。作るときはこれを簡単に縛ります。であとはここがゴムになっているので重ねたこちらを通していくだけ。相変わらず大雑把な性格です。次からすげーと通していくだけです。本当に通していくだけ。これでふわっとできます。残りも長ければ下からくぐらせて上へ通してください。長さの調節などは皆さんで行ってください。なんて簡単なんでしょう。という感じなので、ぜひ皆さんもこの三連仮紐を使った帯結び試してください。いかがでしょうか。これでも OK です。以上です。三連仮紐に出会って半幅帯もへこ帯も楽に結べるので今では大活躍しています。ダイジェストでお届けさせていただきましたが、詳しくは
着物モダンの YouTube をご覧ください。